本日の気合や、次の日お腹が痛くても激辛いものを食う。東京リベンジャーズ相棒レディオ。皆さんこんばんは。テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役新勇気です。皆さんこんばんは。松野千冬役狩野翔です。東京リベンジャーズ相棒レディオ。この番組は東京リベンジャーズの魅力を相棒である我々二人が余すところなくお伝えしていく番組です。ヤッホー、始まったぜ。いや始まってしまいましたよ。いや今日は俺たちはテンションが高いよ。高いですよ。なんでこんなにテンションが高いのかな。なんでかな。なんでだろうね。ね、もう多分すでに告知をね見てくださってる方がいると思うんですけども、うん、そうなんですよね。そうなんですよ。はい。来てくださるってね。方が来るということでびっくりですよ。驚いて驚いて。本当に。本当にって。本当にいいんですか。本当だってなって。本当にトム・クルーズが来るんですかって言われて。あ、ねえ。うわーっつって。ね、どんなスタントしてるんですかっつって、うん。ちょっと英語の練習とかしてね。アイハバーペン。ペンちなみにさ、はい、今日の気合いなんかお腹が痛くてもみたいな感じだな。ああ、そうそうそう、今お腹痛くて昨日のね、だいぶ遅い時間にね、すごい辛いカップ麺があるんですけど、うん、絶対にお腹痛くなるの分かってるんですけど、うん、食べちゃう。あ、それを気合いでどうにかごまかしていこうっていう。あー、なるほど、ね、ところでした。勇気づけられますよ、それは、はい、みんなも辛いのも好きな方いると思うんですけど、気合いでごまかしていきましょう、まあ、そんなカップ麺の話はね、もうさておいて、はい、もう今夜の相棒レディオなんですけれども、なんと、ゲストの方が来てくれております。どなたかと言いますと、誰映画東京リベンジャーズ2から、うん、パーチンコと林田春樹役の堀池和樹さんです。いややったやったやった、相棒レディオついにだよ。もう初のゲストですよ、うん、映画東京リベンジャーズに出演している林さん来てくれるということで、もう嬉しい。うわーやべえ、いつか ね、いつか俳優さんに会ってみたいと思ってた、うん、持っていた、うん、会えちゃうの。会えちゃう。もうゲスト来てくれたんですよ。うわ嬉しい。やばいですよ。どんどんプレッシャーかけてくる今もういるから嬉しいですよ、ね、お話をどんどん伺っていこうと思うんで、はい、この後すぐに登場するんで皆さんお楽しみに、はい、それでは始めていきましょう。東京リベンジャーズ相棒レディオ、よろしく。この番組はアニメ東京リベンジャーズ制作委員会の提供でお送りします。東京リベンジャーズ相棒ラジオ。東京リベンジャーズ相棒ラジオ9回目、早速ゲストの方をご紹介しましょう。この方です。皆さんこんばんは。映画東京リベンジャーズ2、林田春樹役の堀池和樹です。イエーイ、よろしくお願いします。ようこそ、ようこそ、ウェルカム。どうもどうも、堀池さんが来てくれました。ありがとうございます。なんか今すごく緊張してるっぽく紹介、自己紹介してくださいましたけども、はい、始まる前にむちゃくちゃ打ち解けてるんでむちゃくちゃテンション高い方だってのはもう僕らも分かってはいるんです。分かってます、ね。打ち解けたはいいものの、もう最初のもうトム・クルーズやらなんやらでもう全てが飛びましたねねえ、はい、本当に悪い人狩野さんそんなプレッシャーのかけ方ありますか。初のゲストですよ。あなたもプレッシャーかけてたでしょ。いや僕はもう全然そんな、ね、すいません本当に。いやいや、もうよろしくお願いします。ありがとうございます。まずはありがとうございます。本当にお会いするのは本当初めてなんですけれども、はい、そうとは思えない感じです、うん、すごいフランクに接してくださって。いや、お二人がもう本当にフランクに接してくださるので神々ですね本当にもう僕たちもいつもです。いつもです。いやもう本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にはい、スタジオに入ってきた時からものすごく腰が低いというか。低すぎてね、見えなかったですね。どこにいるんだろうって。ひょこひょこ頭がね、頭がすごい上下運動してて。楽しみです。今日本当によろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあちょっとプロフィールを紹介させていただきますね。お願いします。堀池和樹さんは1997年11月21日生まれの現在25歳。若い。15歳。岡山県出身で趣味は歌を歌うこと、特技はサッカー、モノマネ、歌マネ、ダンス。すげえ、すごいですよ子供の頃はお笑い芸人になりたいと思っていたそうですが、俳優への道へと進みます。そうなんです。そして2016年テレビドラマ俳優デビュー。こちらも僕見てました。見てました、はい、その後はドラマや映画、舞台などに数々出演。
今年の1月、世界は僕らに気づかないで映画初主演、素晴らしい、映画東京リベンジャーズでも大活躍している今大注目の若手俳優さんです。ありがとうございます。すごいですね。すごいね。サッカーとずっとやってらっしゃったんですか？サッカーも小学1年生から高校3年生までずっとやってたんです。すごい、はい、ポジションどこだったんですか？ポジションは僕ミッドフィルダー。あ、万能。万能ですよ。あら、かっこいいところですよ。だ、ね、そう、かっこいいところなんですよ。かっこいいところです。上も下も、まあ、あの攻めも守りもね、司令塔的なやつ。そうですよ。そうです。さすが。さすが。そこってもう本当あのチームの中でも特になんかあの視野も広くて上手い人じゃないとできない。そうですね、チームの中でも本当に視野が広くて上手くないとできない。同じことを言っていくみたいな。オールラウンダーにね、やっていかないことですね。他にもあのモノマネや歌マネっていうのはあるんですか？これ聞きたい、聞きたいです。え、もし良ければですか？良ければ。あ、じゃあ武田鉄矢さんのモノマネを。おお、すごい。おお、すごい。大丈夫ですか？お願いします。お願いします。人という字は人という、はい、これお願いします。あ、なるほど。武田鉄矢さんのあの撮影前のあれですね、このチューニングの風景だったんですね。そうです、そうです、うん、よろしくお願いします。金八先生に入るね、本番始まる前の前の感じですね。いや、似てますね。ありがとうございます。そう、なんかあのお顔がやっぱすごくね、スバルさんに似てるって。ちょっと似てますよね。そうですね、木村スバルさんによく似てるって、声も、うん、先ほどなんか似てる。そう、ちょっとやっぱ似てるなと思ったんですけど、はい、じゃあ、まあ、モノマネモノマネできちゃう。できなんか、はい、じゃあ、おい、のびちゃん。あ、ちょっと先生、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 伸びたまでは言わないでもらっていいですか？そうそうそう、まあ、国民的によくある、よくある名前言っただけですよね。よくある名前でございますからね。うん、いや、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな、ダンスとかもやってらっしゃったんですね。はい、まあ、それではあの堀池さんに映画通り部についてですよ、いろいろとお話伺っていきたいと思うんですけれども、まずは、映画東京リベンジャーズ2血のハロウィン編運命が大ヒット上映中というところで、うん、まあ、率直に今の心境はいかがですか？いや、もう本当に嬉しいですね、うん、この2の公開が始まってから、はい、パーチン全国爆走中というキャンペーンも始まりまして、うんうん、すごい。それであの各地 その映画館を回っているんですけれども、すごい熱狂で、うん、もう追い入れべっていうんですかね、もう何回も何回も何回も見ること、おもう最高20何回とかもありましたから、何回に見て、すっごい大盛況で本当に嬉しく思ってます。ありがとうございま す,、はい、ですね。ちなみに東京リベンジャーズ知ったのっていつ頃ですか？作品自体をその1の撮影の前段階で、はい、このパーチンって役が決まりましたっていうタイミングで、はい、原作を読みました。あ、そうなんですね、はい、そしたらもう面白くて全部読んじゃって、今はもう最後まで読んじゃいました。止まらないですよ、読み始めて止まらないですよ、ね、まあ、その中でパーチンをね、こうずっと1作目からこう演じられてますけど、はい、どうですか、パーチンってどういう存在だと思います？あ、そうですね、パーチン、まあ、パーチンって結構その卍会の中でもその卍会のそのやりルールみたいなもの割と分かりやすくになってる役だと僕は思っていまして、うん、はい、そのただの暴力じゃなくて相手を思いやった暴力といいますか、うん、なんかそのワンの時でも親友の彼女がボコられて、親友がボコられて、だからその復讐のために抗争の発端となってっていう、そうですね、すごく担う役だったので、なんかそういう情に熱いような役だなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい気になってるところなんですけども、はい、僕もあの映画の方見させていただいてたんですが、はい、今日初めてお会いして帰ってきた時に、はい、めちゃくちゃ痩せてるなって思ったんですけど、はい、すっごいそれがね聞きたい。そうですよね、役作りのために15キロ増量されたって聞いたんですけど、はい、どうやってそれだけの体重を増やされたんですか？本当に寝る前に蒸しパンを3個4個詰め込んで寝ると簡単に太ります。蒸しパン、蒸しパン、セブンイレブンとかで蒸しパン売ってるじゃないですか？売ってますね。あれ1個が400キロカロリーとかあるんですよ。へー、それ4個食べたらもう1600キロカロリーあるので、それを寝る前に毎度毎度やるっていう。それはなんで蒸しパンなんですか？なんで蒸しパンなんですか、はい、いや、もうなんでなんだろう、うん、だっていろいろ高カロリーなものってあるじゃないですか。あ、確かにそうですよね、うん、あ、でもまあ、他の役とかあるときに増量された経験があったりするんですか？いや、僕今回が増量初めてで、初めてで、だからいろんな方の、だからそのいろんな役者さんのあれは参考にはしました、例えば鈴木亮平さんだったりが、なんかそのやっぱり菓子パンがいいとか、そういういろんな情報を得ながら
あ、じゃあこれがいいこれがいいって自分に体に合ったものを探しつつ、うん、結局蒸しパンにした。結局蒸しパンになった、はい、ちなみにその増やされたっていうのはどのくらいの期間でその15キロまで増やしたんですか。具体的な期間は覚えてないんですけども、うん、はい、おそらく 1,2 ヶ月ぐらいやったかな。 1ヶ月で15キロ。ちなみに戻すときは、あ、戻すのも同じぐらいだったかな。その戻すときって何を、運動とかですか。蒸しパンやめるだけじゃない。蒸しパンやめるだけ。蒸しパンやめるだけですね。聞いたシンク。いや、俺だってこの今日小堀家さんにこの15キロのこの話聞いて、はいはい、この減らし方までこう聞いたら、はい、俺はもう今日からもう取り組もうと思ってたんだけど。僕もです。そうです。ストイックにこの溜め込んだね、はい、これをストイックものはいいようですね。本当にこれをどうやったらこう手放せるかっていうのをお肉たちを、うん、じゃあ蒸しパンやめるだけ。狩野さんも何かをやめればいいんですよ。酒だ。あ、酒やめたら1、2ヶ月で15キロ痩せます。そういうことか。ちょっと厳しいかもしれない自分に厳しく、じゃあ続いての質問なんですけども、はい、東京リベンジャーズ血の花編運命、こちら撮影はこうどんな感じだったんですかね。あ、結構激しいかなと思ってたんですけど。激しかったですし、1の時はまあいろいろコロナの影響で1年間撮影が伸びたっていうのはまあ事情もね、うん、あったんですけど、今回はもうその夏、もう真夏にもう寿司の撮影だったので、はい、本当にみんな暑い暑いながら、特服も暑いんですよ。特服暑いですよね。本当に暑くて、神社のシーンなんかもう虫が干からびて死んでましたからね、はい、虫が そこで僕たちはもう暑い暑いながらやってて、それも本当大変でしたね。もう皆さんこう体調崩されたりする方はいなかった。 あそこはもう本当に無事に乗り切って、スタッフさんが協力してくださったので、はい、本気でみんなピリピリしだすんじゃないですか、暑くてとか。いや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 、役作り含めて撮影する前からちょっと喧嘩してたりとか。いや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 、ね、収録するはずじゃないけど、あ、これガヤっぽいなみたいな、ま、回ってたと か、なんか引き出そうとしてます。いや、聞きたいですよ。撮影とかで どうなんですか、こう映画とかってなんか順番に撮るわけじゃないみたいな、あ、聞いたことはあったんですか。そうですね、ま、順撮りじゃなかったですね。なんかやっぱり吉沢さんなり、そのやっぱもう皆さんご多忙なので、もう本当に撮れるところから撮っていかなきゃっていう、スケジュール合わせるだけでもやっぱ大変。でもそれでも皆さんのクオリティのお芝居されてるので、すごいなって本当に思います。総勢撮影したあの役者さん、はい、っていうのは何人ぐらい最大でいらっしゃったんですか。僕も乱闘シーンとかすごい人数いましたね、うん、乱闘シーンでも400とかいるんじゃない。400すごい、すごい、400はいるじゃないですかね。そう、構想だったらその人数いますもんね。すごい。じゃあ一番大変だったことって何ですか、撮影の中で。この東京リベンジャーズ撮影の中で大変だったことですか、はい、まあ暑さもそうなんですけども、はい、あ、まあ、僕はその最後の決戦なんかはもう捕まっちゃっていないので、はい、まあ、僕の話じゃなければ、やっぱり皆さん口を揃えて言うのがもう最後の決戦だと、もう本当そこが大変だと。すごく大変で、もう撮影用意スタートが始まる前にみんなで足踏みして砂ぼこり立てて、あれそうやって撮ってるんですね。知らなかった、だからもう本当に体力がずっと削られてるっていう。なんか撮影始まってから特に仲良くなった方とかっていらっしゃるんですか。僕はまあその一番撮影中話していたのは前田ゴードン君ですかね。ゴードン君と本当つまらないゲームの話とか本当そういう話ばっかり。ゲームって何するの。あ、でもなんかエーペックスというか、その何ていうんですかね、その FPS FPS とか、はい、そういう感じのゲームをされてて、シューティング系の、シューティング系の、で僕はしてないのでなんか教えてもらったりしてました。撮影の合間のエピソードとかもすごく楽しそう。そうですね。じゃあ結構本当和気あいあいと。あ、そうですね、うん、本当にもうなんかつまらない話をつまらないって言い方変か、まあ、なんか日常的な会話をずっとやってるって。なるほど、なるほど、うん、じゃあちなみに堀家さん、あのアニメの方はご覧にはなっ、はい、あります。 ありがとうございます、はい、アニメのパーチを見ての感想というか、僕木村すばるさん、はい、まあ、普通に僕も好きなんですけど、はい、あの声は確かにちょっと、まあ、同じあの木村すばるさんなのであれなんですけども、はい、パーチンを演じることであんなにパーチンが可愛くなるんだっていう。パーチンすごく可愛くなかったですか。可愛いですね。いや、可愛いんですよね。そう、本当に可愛いなと思って見てました。ちなみに最後聞きたいんですけど、うん、あの、はい、パーチン演じるにあたってアニメのパーチンもやっぱこうなんとなくこう見た上で臨まれたんですか、収録。あ、そうですね。あ、いや、いや、1の時は原作のみでした。はい、
なるほど。なんか声を聞いちゃうとその、いや、そうですよね、そっちに合わせちゃうというか、なんかそのオリジナリティがなくなっちゃうので、まあ原作を読んでって感じでした。そうだったんですね。そうなんだ。なんか映画見ててもなんか声結構なんか寄せてくださってる方もなんか、なんかまあね、ように見えるというか、なんか似てる感じがす、はい、勝手にね、うん、感じてたりとかあったので。そうね、でも人によりけりかもしれないですね。でもそれはもう見た方がやっぱ入りやすいって、実際絵で動いてる方がやっぱイメージ湧いたりするので、はい、とかの方もやっぱいらっしゃいますし。そうか、いや、ありがとうございます。ありがとうございました。東京リベンジャーズ相棒レディオ。さてここからですが、今回は特別企画をやっていきたいと思います。タイトルはこちら、通り部運命トーク。堀家さんが出演する映画いや、もう曲がさ、はい、曲がなんか新しいもの入ってますね。いや、素晴らしい、はい、タイトルにですね、今回運命というのがね入っていますので、そのタイトルにちなみまして、ね、この企画は堀家さんにいろいろな運命についてトークをしていただこうという企画になっております。お願いします。ルールは簡単、はい、堀家さんにボックスからテーマを引いてもらい、そのテーマの運命についてお話をしていただくということでございます、うん、はい、まあ出来事とかっていうことでしたら、どんな運命的な出来事があったのかみたいなっていうお話をして、そうお話をしていただくという、はい、でございますね。もう早速あの目のボックスがありますので引いていただいてもいいですか。はい、何か引かせていただきます。お願いします。じゃじゃん、じゃじゃん、はい、人物、人物、人物、出会った運命の人とか、はい、運命を変えてくれたなっていう人とかいらっしゃいましたら。あーでも本当本当にシンさんとカリノさん。嘘でしょ、今ここで変わりました運命変えました僕たち僕本当に初めてと言っていいことのそのラジオの出演なので、はい、ラジオ自体がと、ね、もう本当に緊張してきてたんですけど、はい、なんか苦手意識みたいなやっぱあるじゃないですか初めてって、はいはい、それをなんか、あ、今後もどんどんラジオがあったらやっていきたいなっていう、そのある種モチベーションを高くしてくださった。もうじゃあラジオに向けての気持ちを変えた。そうです。あ、こっからじゃ、俺ら神じゃん神とトムクルーズですよ、ね、神よ、神とトムクルー ズ今日神ニシンとトムクルーズがいます。ここに二柱いますか。二柱、あと危ない危ない神のね、よ、あの神の数え方二柱そうそうだそうだそのかな、なるほどねいやでも光栄ですね、ありがとう、ありがたいですね。本当に苦手意識というかなくなりました。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。逆になんかまたラジオあれば、はい、あのぜひ読んでください。ぜひよろしくお願いします。頑張ります。なんかちょっとなんかお時間の限りちょっとね引いていただいて、はい、やってもらってもいいですか。じゃじゃん、じゃじゃん、作品、作 品、これはもう言わずもがな、もうフォレストガンプじゃないですか。どうもね、いい映画ですけども、トムハンクスね、そうですね、ハンクスの方ね、ハンクスさんの方でございます、ね、予算少なかったんですけどね、頑張ってもらね、そらね、裏事情もありですね、泣けるからな、本当に、いや、もう本当にことを言うと、まあ、リベンジャーズですよね。いやもう本当にもうやっぱりその何ですかね、僕もリベンジャーズに出てからいろんな方に声をかけていただけることもすごく増えて、でまこういう場もね、こう出てないと絶対実現できなかったところじゃないですか。だからもう作品的にはもうリベンジャーズですね。それはね、僕らもそうだもんね。そうですね、東京リベンジャーズですごいターニングポイントになったと、はい、ね、アニメと実写とね同時ぐらいにこうやってたから、垣根がなんかあんまりないような、ないというような、しかもなんかあれですもんね、イベント、そのアニメのイベントの時も特服を、そうです、その特服も、あの自社映画のチーム、美少さんチーム、美少チームに作ってみたいな、制作していただいて、本当だからチームだらけで、そうですね、そうなんですよ。それも運命だと思ったんですけど、さっき言ったの、あの収録時期というか、あの実写の東京リベンジャーズ血のハロウィン編の方は伸びたんですよね。伸びたり、あ、違う違う、それ伸びたじゃない、多いじゃない時期が変わったんですよね、確か。あ、そうなんです、コロナの時期ということで、もう何度も中断しかけて中断しかけて、で1年間ぐらい伸びて、そうですよね、その結果アニメとあの映画の方がほぼ同時期になったっていう、これもだから運命ですよね、すごい運命ですよ、本当に。あ、もう
お時間でございます。あ、お時間が来てしまいましたか。もっとお話聞きたかったんですけれども、ですけれどもね、ここまでとなると、もしかしたらおまけでもちょっとね、そうですね、話したらいいかなと思いますね。はい、ということでトークはここまでです。以上、通り部運命トークでした。東京リベンジャーズ相棒レディオ。お送りしてきました東京リベンジャーズ相棒レディオ、エンディングのお時間です。ここでお知らせです。まずは放送と配信情報です。東京リベンジャーズ天竺編の制作が決定しております。皆さん楽しみに待っていてください。そしてテレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編ですが、ディズニープラスで独占配信中です。ぜひチェックしてください。続いて音楽情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編のオープニング主題歌、オフィシャルヒゲダンディズムのホワイトノイズ、エンディング主題歌つゆの傷つけど愛してるが発売中です。ノンクレジットオープニングとエンディングもアニメ公式 YouTube にて公開中なので、ぜひご覧ください。そしてブルーレイ &DVD 情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編のブルーレイ &DVD が第3巻まで発売中です。封入特典など詳しい情報は公式ホームページをご確認ください。続いて原作情報です。東京リベンジャーズは最終巻となる第31巻までが発売中です。さらに本編をフルカラー化した極彩色東京リベンジャーズブリリアントフルカラーエディションが毎月刊行されています。現在10巻まで発売中、11巻12巻は6月15日に発売となります。こちらもチェックチェック。続いて SNS 情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズの公式 TikTok が開設されています。ここでしか見られない動画など公開していきますので、フォローお願い。続いてタイアップ情報です。7月1日土曜日19時半から東京リベンジャーズと吉本芸人さんとのコラボイベントの開催が決定しています。大盛り上がりだった昨年に続き2回目の開催となりますが、今回は皆様からの声にお応えして土曜日の夜帯と昨年からレベルアップしての開催となります。チケットは吉本のファニーチケットにて販売中です。詳細は東京リベンジャーズ公式ツイッターやファニーチケットのサイトをチェックしてください。さらに漫画東京リベンジャーズの大規模展覧会、書き下ろし新体験展最後の世界戦が2023年11月六本木ヒルズ東京シティビューにて開催決定です。詳細はこれから発表になりますのでお楽しみに。続いてパズリベ情報です。現在東京リベンジャーズパズリベ全国制覇への道ではイベント決戦幸せのジューンブライドが開催中です。ウェディング衣装の花垣武道や橘日向、佐野万次郎、木崎哲太が登場します。またパズリベ公式ツイッターにて今月迎えるハーフアニバーサリーについての新情報も解禁されました。ハーフアニバーサリーイベントは6月8日より開始予定で、ツイッターにて募集していた人気投票衣装ガチャや記念ログインボーナスなど盛りだくさんのイベントになりますので、ぜひ皆さんパズリベでハーフアニバーサリーイベントにご参加ください。続いて映画東京リベンジャーズ2血のハロウィン編運命が現在公開中。そして映画東京リベンジャーズ2血のハロウィン編決戦が6月30日より全国の劇場にて公開となります。はい、今回は原作史上最も泣ける血のハロウィン編です。うん、東卍結成メンバー6人を引き裂いた過去の悲しい事件、うん、そして東卍崩壊の危機をもたらすかつての親友同士の壮絶な戦い、うん、また気合い入れまくってパーチン演じました。うん、熱きリベンジをぜひ劇場で見てください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ご紹介した全ての情報の詳細は公式サイトまたはツイッターなどをご確認ください。そして相棒レディオですが、超 A&G プラスでは毎週日曜日26時より放送中です。さらに YouTube のテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルでも毎週月曜日19時より配信中です。しかもテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルの方では YouTube だけでしか聞けない限定パートも配信していますので、チェックしてみてください。番組ではリスナーの皆さんからお便りをお待ちしています。東京リベンジャーズに関することや我々へのメッセージ、そして番組コーナーまでお便りを送ってきてください。曲のリクエストもお待ちしております。お便りの宛先ですが、メールの場合東京ハイフンリベンジャーズアットマーク joqr.net、 東京ハイフンリベンジャーズアットマーク joqr.net。 おはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送東京リベンジャーズ相棒レディオ宛まで。ということで、今夜は映画東京リベンジャーズパーチン役の堀池さんとお届けいたしました。いかがでしたか。いや
当にお二人のおかげで楽しい時間でした。こちらこそですよ。楽しかったです。楽しかった、ただね、まだまだそう、まだまだお話できますし、しかも来週もですよ、はい、来週の、相棒レディオにもゲスト出演してくださいます。ありがとうございます。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、というわけで東京リベンジャーズ相棒レディオはここまで。お相手は花垣武道役新勇気と松野千冬役狩野翔と映画東京リベンジャーズ2林田春樹役の堀家和樹でした。それじゃあお疲れ様でした。この番組は東京リベンジャーズパズリで全国制覇への道の提供でお送りしました。東京リベンジャーズ相棒レディオ YouTube 限定パート。というわけでここからはテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルのみで聞くことができる限定パートです。改めまして花垣武道役新勇気です。松野千冬役狩野翔です。はい、この限定パートでは相棒レディオの反省会をしたり、ここだけのコーナーをやったりなんかにしています。そして限定パートにもこのゲストの方が来てくれていますよ。映画東京リベンジャーズ2林田春樹役の堀家和樹です。はい、よろしくお願いします。限定パートの方もお願いいたします。ようこそ。ようこそ。もういろいろとこうあの話をね聞かせてもらった、はい、わけじゃないですか。そうですよ、本編でね、たくさん。いや、そう、あの本編ですよ、聞きそびれちゃったんですけど、はい、手品やられるんですね。はい、手品。手品どんな手品やってるんですか。今おもむろに、おー、今おもむろ、消えた、出てきた。今ね、ちょっとあの説明してください、カリマさん。今ね、説明してください、カリマさん。ペットボトルのキャップをこうパッと手に取った一瞬で取って瞬間に消した。取って左手に入れたと思いきや左手から消えていた。消えていて右手から出てきた。肘から出てきた。肘からは出てきた。嘘あのこのラジオなので嘘をつくともう訳がわからないんですよね。肘から嘘を肘から出てこなかった。肘から肘から出てきましたね。そう、でもそんなにさらっとできるんですね。はい、これはもうずっと練習してたので、あ、これだけはもうある程度ちっちゃいものだったら何でもできます。すごいです、ね、すごい、はい、僕あのちょっとあのマジックの番組とかも実はやってたりとかして、僕全然下手なんですけど、はいはい、教えてもらいながらこうあのやってる感じなんで、もしよかったら来てくれる。あ、すごい。マジック対決がいいな。僕もそれあの見させてくださいね。そう、シンクも来てくれる、ね、そう、僕もね、前をさせていただいたりとか。でせっかくなんで、はい、なんだ、ボックスの中まだ残ってると思うので、はい、ちょっとよかったらもうちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、引いてもらっていいですか。じゃあ一回、まあ、あの例の、ね、運命に、運命にね、運命のこう話が、じゃじゃん、はい、仕事、仕事、仕事、運命の仕事。まあでもやっぱこの相棒レディオいやもう全部、全部、いや嬉しいな、嬉しい、嬉しいけど、そろそろあれ NPC と話してるのかなって何を言っても相棒レディオっていう、じゃあ、まあ、ラジオ、このラジオの仕事がってことですか。そうですね、やっぱりもうラジオ苦手意識あったんですけど、うん、そう、もう本当に、いやいや、でもなんでも、でもあのさっきあのプロフィール見させてた時に、はい、今年の1月に映画初主演ってあったじゃないですか、はい、ああいいんですか、そんな話も。ぜひそれも聞きたいななんて思っていて。確かにあれはでも僕的にもやっぱり大事なお仕事でしたね、うん、本当にもういろんな海外の映画祭もあったりして。ああそうなんですね、はい、もう初めて韓国にも行ったりして。あ、そうなんですね。レッドカーペット歩かせてもらって。わあすごい。レッドカーペット歩くってなんか僕ら声の方になってさ、はい、夢だよね。夢ですね。歩レッドカーペット歩いてる方ですよ。すごい。あえ、もう神じゃん。神じゃん。俺らもう俺ら何が二柱の神だよね。そうね。もう調子乗ってすいません。いや、ありがとうございます。って言ったの。はい。すごいすごいな。はい、なんかもう一個で引きます。あ、はい。じゃあ、じゃじゃん。はい。食べ物。食べ、あ、いいですね。好きな食べ物。好きな食べ物。運命を変えるほどの、はい、家系ラーメン。お、おー。あれ家系ラーメン大好きですよ僕。うわ、本当ですか。本当ですよ、まあ、僕神奈川県出身なんですけど。あー、そうです、横浜。やっぱ身近に家系ラーメンが、え、どういうことですか。福
深掘りさせてください。家系ラーメンが運命。家系ラーメンが運命。地元僕岡山県なんですけども、はいはい、あんまりその外食というか、はい、もうしてなかったんですけど、はい、まあ、もう家に帰ったらご飯が用意されてるから、はい、初めてこっちに来て家系ラーメンたるものを食べたんですよ、はい、もう本当に美味しくて油やば美味しいんですよね。美味しいんですよ。初めて出会った時は衝撃的だったもんね。家系ラーメンは好きですか。もう僕も好きですよ。岡山の方だと うどんとか岡山、いや、うどんは香川、うどん香川か岡山。僕が地理が弱すぎて岡山は、岡山で有名な麺類ってなんですか。ラーメンもありますね。あ、でも岡山ラーメンもあります。そうですよね、うん、岡山ラーメンってどんな感じでしたっけ。岡山ラーメンはちょっとこう薄味というかこう割とこ さっぱりした感じの味付け。じゃあこってりしたラーメン食べたのが家系が初めて。本当に初めてで、ね、油の量も選べますしね。すどんな麺の硬さ、味、油、どういうチョイスでこう頼むんですか。固め、濃いめ、太め、最高。あ、固め、濃いめ、太めですよね。最高です。おすごい、もうさらっと出てきますね。麺のね、太さもね、細いのと太いのと選べたりしますし、油も多め、油も多めで、ほんとゴリゴリにして、ゴリゴリにしてほんとに美味しい。上京してきたのって何歳ぐらいの時ですか。18、高校卒業とともにですね。あ、そうなんですね。じゃあなおさら食べ盛りの時に出会ったからへえ。この15キロ増やす時もすごく食べてました。あ、食べてたんですね。やっぱそうなんですね、はい、ラーメン、ラーメン、あの増量したくないんですけど太るんですよね二郎系も好きで僕。うまいですよね。あ、食べますか。食べます、ね、二郎系も。あ、僕ね、二郎行ったことないんですよ。ぜひ行ってください、うん、最初は苦しい思いをします。あ、そうなんだ本当にそうなんだね。あ、もう行きたくないかもしれないって思うんですけども、 2,3 日経つとあら不思議、うん、また行きたくなるんですよ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、さてここからは、はい、堀池さんと一緒に限定パートのコーナーをやっていきましょう。はい、俺たちは相棒だ。竹道と地球といえば相棒です。相棒というのはお互いが何を考えているのか分かるはず。というわけでこのコーナーではですね、リスナーの皆さんからお題をいただきまして、どちらかがそのお題に事前に回答をし、もう一人がどう答えたのかを予想して当てるコーナーなんですけれども、まあ、今回は堀家さんが来ていますので、堀家さんも相棒なので、はい、今日で相棒になりましたので、回答していただいて、今回は狩野さんに当てていただきたいと思います。お任せください、はい、バッチシ当てちゃってください、はい、やっていきましょう、はい、堀家さんへのお題なんですけれども、ラジオネーム東京卍会一番隊おにぎりズムさん、ありがとうございま す。お題いきます、はい、劇場で通り別2映画鑑賞の時間です。まず売店で何を買う。売店で、はい、通り別の映画を見るとき、通り別映画鑑賞の時間です。まず売店で何を買う、何を買うかっていう、はい、堀川さんには事前にもうこのお題には答えていただいているので、はい、狩野さんが準備でき次第、はい、どう回答したのか予想をお願いしたいと思います、はい、あの堀川さんの今までの、はい、あのトークの中に、うん、ヒントがいっぱい散りばめられてました。僕はあの結構やっぱりこう心理的にこう人の心を読むのがね、やっぱ得意で、そうなんですね、なので、うん、まあ、もうビタッときます。ビタッと、はい、じゃあ早速答えていただきたいと思います、はい、金野さんどうぞ。家系ラーメン。はい、堀家さん回答の発表をお願いいたします。キャラメルパッポよし、これはちょっとさ、あのごめんなさいね、あの全部あボケにボケを重ねあのるというかね、ボケに天然ボケで重ねるのちょっと勘弁してもらって、堀家さんの回答はキャラメルパッポッポまあでも、はい、外れということで、はい、キャラメルポップコーン、キャラメルポップコーン、あー、キャラメルポップコーンね、好きですわ俺も僕も考えたら、僕も劇場であの、はい、トリベ2見た時、はい、キャラメルポップコーン、あ俺も食べたいやみんな食べてあじゃあそれ言えば当てたのにな、そうだった、分かってないんだから、あらららら、だってね、あんだけだって太め固め濃いめっつってお話ししたから、うん、売店でも買うのかなって、売ってるわけないでしょ、あれあれ売ってないでしょ、売店で家系ラーメン見たことある、あれおかしいな、うん、僕がバカなだけにして俺の脳みそはみじんこだぞお出た、おうまい、さすがということで、このコーナーでは皆さんからのお題をお待ちしております。お便りの宛先は相棒レディオと同じですので、概要欄にも記載してあります、チェックしてください。さて来週も堀池さんがゲストです。来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願い
いたします。お願いいたします。それではここまでのお相手は花垣武道役新雄貴と松野千冬役狩野翔と映画東京リベンジャーズ2林田春樹役の堀圭和樹でした。